天グサリーマスモリスピルグは稲科の植物。砂浜に生える海浜植物であり、地下に根茎を伸ばし、穂は高く伸び出してよく目立つ。別名の浜ニンニクもよく用いられる。地下茎を長く伸ばす。多年生の総本。地下茎と保福茎をよく伸ばして、しばしば群落を作る。地上茎は太くて高く伸び、背丈は50から120センチメートルに達する。 特に北方のものは茎が太く、その基部は計1から2センチメートルにも達し、また海国色の古い洋少を被っている姿は、まさにニンニクの茎を思わせるという。茎は円柱型で、中空、上部には軟毛が生えている。葉は長さ20から4 0トル、幅7から1 5トルで、質が厚くて硬い。表の面は多くの葉脈が隆起して見え、 光沢がなくて、白六色をしており、裏の面は滑らかで光沢がある。葉の縁は滑らかとなっている。葉の先端部は内側に巻き込んで、刺しのように見える。端皮高さ1ミリメートルで、毛はない。葉は葉を遥かに超えて、高く伸びる。果序のすぐ下の部分には白い、柔らかな毛がある。果女そのものは、水上で直立しており、 長さは10から25センチメートルになり、隙間なくコボがついている。コボは各節に大抵は2個ずつつき、柄がなくて、長さ15から25ミリメートル、全体に柔らかい毛が生えており、3から5個の小花を含む。方 A は2個が同型で、いずれもコボとほぼ長さが等しく、筆型で6から7本の脈が入り、両側の円は白くて、膜質をしている。 その背面は丸くなっており、柔らかな毛が多く生えている。森 A は七脈が入っていて背面は丸く、長さは10から2 0ト、mm、ル。内 A は森 A とほぼ同じ長さ。約は4から6ト、mm、ル。天気草の名はアイヌ語に基づき、本種の葉を乾燥させて編んだ容器を天気と呼んだことに由来する。あるいはそのための素材を天気と呼んだとも言う。別名には、 浜ニンニクがあり、これは浜ニンニクの意味で浜に生え、葉がニンニクに似ていることによる。他に、サタケタは別名として草堂を挙げている。牧の原著に見える草堂がおそらくこれにあたり、葉が強靭で塔のようであるためとしている。なお、この二つの名のどちらを標準とするかには大いに触れがあり、サタケほか大橋田辺、長田、それに、 ユーリストは天気草を北村ほか中西は浜ニンニクを選んでおり標準的でリファレンスとされる図鑑でも判断が割れているここではユーリストに従っておく北アメリカからシベリア東部日本まで分布するアカン体から温帯域の植物で日本では北海道と本州の太平洋側では房総半島まで日本海側では 山口県まで、それに九州の福岡県の一部と津島に分布し、これが本州の自然分布の南限となっている。海岸の砂地に生える。北日本の海岸には最も普通に見られるものである。北海道では砂丘の上面に広く生育するが、分布域の南の地域では砂浜の停線に近い部分にだけ生育が見られる。よく地下系を伸ばし、 それによって砂を捕捉する能力が高いため、砂丘が形成される際の主役となっていると考えられる。本州は長らくエゾムギ族エリマスに含められてきており、その際の学名はエリマスモリスであった。しかし現在はカシラキの学名で扱われている。違いとしては、方影が小鼻より長くて小棒の片方に偏っていることなどの点が挙げられる。天気草族には、 北半球の温帯を中心に約50種があるが、日本には本種のみが知られる。ヨーロッパの海岸には本種によく似たエルリネリアスがあるが、この種は毛が多い。以前に同族であったエゾムギ族には日本に数種があり、中でもハマムギエリマスデヘユリカスは海岸製で直立した穂をつけるが、洋服が10ミリメートルほど、穂の長さが16センチメートルまでと、 はるかに小柄で華奢なものであり、他の種も本種とは似ていない。別属だが、芝麦エリトラジアラポーンは高さ90センチメートルほどになり、直立する棒状の方だし、また地下茎も発達し、本種と比較的似た植物である。ただしこの種は、ヨーロッパ原産の日本では、皮種で、平地の露房や農地に見られるものであり、棒が各節に一つだけしかつかないほか、葉は薄く、 茎も細い。本種は南では小型となるので紛らわしいこともあるが、北海道では大きさがまるで違うのだとか。蒸気のようにアイヌは古くよりこの植物でカゴなどを作り、それが和名にも反映されているが、彼らは他にもいくつかの方法で本種を生活に利用していた。アイヌ語では本種を無理、ライムなどと呼び、前僧を煎じて食傷の際に服用し、 あるいは、根を乾燥させたものを煎じて、風の際に服用をした。電気と呼ばれるのは葉を乾燥させたものを編んで作った、容器で糸や針を入れるのに用いた。さらに死者を葬る際、一体を包む御座を縛る平紐、無理を編んだとも言う。本種の葉を用いた籠の作り方については、何通りかの方法があったことが、文献や絵図などから知られる。特に、コイリング編みによる方法は、 カムチャッカ半島、アリューシャン列島、北アメリカのアラスカから西岸北部に広く知られており、アリュートやユピック、エスキモーなどの先住民族の基本素材となっている。ただしアイヌにおいてはこの技法は、千島アイヌにのみ見られ、北海道アイヌやカラフトアイヌでは知られていない。北海道は、ともかく、ソレイ北の蒸気のような地域は、ツンドラ的な気候で、 高木もつる植物も極めて貧弱であるため、カゴ網などによる生活物資の材料を稲科の総本に頼らざるを得ないことから、本種のこのような利用が発達したとも考えられる。本種の葉は雪解けの後から伸び出し、7月頃には1メートルを超えて成長が緩やかになり、古来本種の刈り取りは夏から秋、葉が十分に伸びた頃、 遅くとも枯れ始める前のまだ青みが残っているうちに、枯るとの伝承が蒸気のような地域に残っている。砂浜に生え、砂を捕捉する能力が高いことから、砂の移動を抑えるために人工的に植栽されることがある。ありがとうございます。